あ、レトリー、そこにいるんだね。ごめん、オイラどうかしてた。自分のことばっかり考えて、村のこともエンドのことも考えてなかった。もうダメよボム。ごめんレトリー。え、エンド。あのボムはね、自分の力で村の人気者になったんだよ。自信を持って。え、いや、エンドだってその大丈夫、うすうす気がついていたの。八兵衛のモコモコ集めに利用されていた時、みんな楽しそうな表情、でもそこにエンドの歌声はない。星が輝いていた。あのくらい？うん、もっと大きくて、とうとうと村中を照らしていた。その時思ったの、エンドもあの輝きになりたい。希望を届ける島一番歌姫。トレーニングに明け暮れた。ファイト。そしてみんなを魅了させた。いいぞ。それがイグミネガシの力だったなんて、おかしい。哀れね。そんなことない。エンドには才能がない。ダメだ、価値がない。やめるんだ。えぐみじゃなくてのぐみ。これもちぎって。へん、え、うん、君はこうして今も歌っている。歌が好きだということと、えぐみレガシーは関係ない。好きな歌を好きな時に歌えばいい。もし不安になったとしても、が全部ちぎる。だってオイラはちぎるのが大好き。ボム、エンドは何が好き？歌うのが大好き。よっ。ボム、ありがとう。新しい星を見つけることができたわ。いや、ボムが今一番ちぎってみたいものは何？え？エンドばっかりペラペラ喋っちゃった。次はボムの番。え、ああ、空、空をちぎってみたい。どんな感触がするんだろう。ワクワクするんだ。空をちぎるボムが見たい。逃げるな。あれは何だそれ。なんだあの光線。ちょっとかっこいい。どうしてそうなる。どう予想したって追いつかない。面白い、面白いぞ。ぎ、村が、くそ、壊されてたまるか。オイラはいろんな思いで村をずっと見てきたんだ。そう、あの時から行った。ボム、回想してる時間はないわ。レトリ、八兵衛。おお、元気か。
どうして村を壊すんだ。壊してなんかいないさ、作っているんだ。これまでの知識や経験が当てにならない世界だ。それはまるでこのモコモコの内側、想像は破壊から始まる。あーもう、やっとみんなに受け入れられたのに。でも考えてもみろ、みんなの歌姫と言われたエンドの扱いよ。いずれお前も捨てられるさ、またあの時のようにのけ者扱いさ。そうだ、思い出すんだ。そして悩め、苦しめ、怒れ。理想と現実のギャップが大きいやつほど大きなモコモコができる。ずっとお前のモコモコが欲しかった。孤独で嫌われ者のお前のな。ボムは村でみんなと過ごすの。ずっと描いてた夢でしょ。ああ、そっちに当たっちゃった。まあでもこれはこれでいい。メトリも面白い不満を持ってるからな。俺は知ってるよ。私のご主人。あなたは私の。どうして遠藤。相変わらず鈍感だな。やめるんだ。このモコモコが悪いんだ。ボム、私ね、あなたのこと好きだった。やっぱり気がついてなかったのね、鈍感。ボムとエンドの距離が近づくことへの嫉妬、それが今の私の状態。ボムに偉そうに説教しておいてひどいわね。私これ見て、みんなこの図面白いね。見たことある？ボム、私をちぎって。え、このままじゃエンドちゃんだけじゃない、村だって壊しちゃうよ。だからって、これが私の最後の意志。やだ。理性がなくなる前に。ボム、まだ死を受け入れて。出会った時もちぎるお願いをしたよね。最後までちぎってもらってばかりでごめん。ちぎったよ。どういうこと？お前
最高。あ、ボム、なんか怒りに満ち溢れて、お前だけは許せねえとか言ってパワーアップするのはやめてね。何のひねりもないからさ。まあ、そういうつまらなそうなことは置いといて、こっちで楽しもうよ。おお、だからさ、覚悟しろ。そういうのつまんないよ。何が正解で何がダメですか。本当はしたくてしたくてたまらない。ちぎりは約束、ちぎられたなら破られる。君と君と一緒に予想したラフラだから、だから Oh ねねね、忘れた。それでもハッピーなら OK です。一つ見つけたら一つなくしちゃう全部。